それでは第50回フィリーズレビュー、こちらの方の予想を始めたいと思います。このレースですけれども、頭は人気上位なんですけれども、日も荒れしている重賞というところで、穴要素はある重賞となっております。前走成績では先行しながら勝っている馬、逃げている馬も含めて前に行っている馬っていうのがいいですね。勝ってなくても重賞であれば掲示板に載ってるぐらいの力があればいいというところになります。特に G1 を使ってるようなタイプっていうのは、掲示板に載ってなくても巻き返しをしていたりとか、そんなにレベルが高いレースではないというとこですね。血統目ではアメリカンなダート馬がよく走っているというとこがありますので、仕上がりの早いミスプロ系や AP インディ系、そういったところを中心に、狙おうと思ったんですけどもね。あんまり、そんなに強い馬がいなかったかなというところで、そこら辺はちょっと考えながらというところですね。客室面では差し馬と、先行馬、そこら辺が二分して結果を残しているというあたりで、前走通り前に行くっていうパターンと、本番では差してくる、客室転換した馬、そういった人気どころですかね。そういったところは注意です。枠順面では、例年は外のが有利かなっていう感じではあったんですけれども、土曜日の結果を見る限り、内が圧倒的に有利となっておりますので、今年も内有利になりそうだというところを考えながら、内有利、内側を中心に狙っていければなというところになります。本命は7番のキャンディーバローズ、こちらにしたいと思います。安定して前に行っていると。いうところですかね。前走、阪神ジュベナルフィリーズ、こちらの方では9着に、ちょっと負けてはいるんですけども、勝ったメジャーエンブレムは別格としても、基本的には前に行った馬には厳しい流れだったというところがありますので、今回この負け方は、度外視しながら、今回を狙うという感じになります。血統的には、AP インディ系ではないにしろ、待機シャトルっていうのも結構アメリカンな、馬になりますので、そういったところではプラスに向いてくるのかなっていう感じですかね。深いところではシアトルするとか、そういった血も持っているというあたりですね。アメリカンの要素は持っているんじゃないかなというふうに思います。ただこのレース自体はディープインパクト3区は苦手ではあったりはするんですけどもね。前に行けば順当に残ってくるんじゃないのかなというふうに踏んでおります。対抗の方は3番、内枠に入ったダイアナヘイロ、こちらにしたいと思います。2回しか走ってはいないんですけどもね。逃げを打つというタイプでありながら、そこそこの上がりでは毎回まとめているというところで、力は十分あるだろうというところで対抗ですね。レッドアバンセ、ここら辺にも負けてはいるんですけどもね。結果は、ちょっと離されてはいますけれども、力は出せるんじゃないかなというふうに思います。血統的には、かなり、ダート要素は薄いかなっていうところはあるんですけどもね。そういう風じゃない馬も結構馬券には絡むというところもありますので、こういったタイプも狙ってもいいんじゃないかなというふうに思います。内枠に入って前に行って垂れない足というところであれば、十分馬券内あるんじゃないかなというふうに思いますね。あと他押さえていくところが9番のアットザシーサイド、こちらになります。この馬は後ろから行くタイプというところになりますし、血統的にも王道寄りというところにはなりますね。金亀がミスプロ系というところと、母方にもそういったところは持ってるので、ダート要素は全体的には強めというところになります。あとは後ろから行っていい足どこまで使えるかという感じですかね。上手にコースが開けば一発あるんじゃないかなというふうに思います。そんなに先行有利でなければ、実力は十分に発揮できるんだろうなという感じなんですけどもね。
まあ、いかんせん、ちょっと展開乗りは厳しいかなというところで、向かい風の中で、戦う必要があるので、まあ、そこら辺で、まあ、ちょっと本命には押しづらいという馬になります。まあ、他を抑えていくところが10番のソーディバイン、こちらになります。まあ、ダート要素が強いレースというところがありますので、まあ、ダートしか走ってはいないんですけれども、まあ、まあ、1回はちょっと大敗はしてるんですけども、基本的には善戦してますからね。まあ、実力は十分あるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あと、なおかつ前に行くタイプでもありますし、まあ、血統表だけ見れば、まあ、キンシャサの奇跡も、まあ、母父のエリシオも、まあ、芝で走ってもいいはずなんですよね。まあ、ここら辺にはガルチとか、まあ、ダート寄りの血も持ってはいるんですけれどもね。まあ、そういったところも含めてプラスになるんじゃないかなと。まあ、芝代わり、まあ、どうなのかなと。すみません。そういったところもありますけれどもね。まあ、そういったところ、マイナスにはならないんじゃないかなとは思いますね。まあ、むしろ、芝を走ってないことで人気を大きく落としているというところが、まあ狙ってく、まあプラスになるポイントにはなるんじゃないかなと思います。まあ仮にこのレースで好走したからといって、まあ次の芝で、まあ、走るかといったらまた別問題になるので、まあ狙うなら本当に今回という感じで一発狙うのもありじゃないかなというふうに思います。予想の方は以上となります。ご視聴ありがとうございました。